いつもご視聴ありがとうございます。今回は情報修正カード加藤清正を使って対戦していきます。コンバージョンでは効果時間が 0.4 カウント伸びましたね。攻撃力の斬撃チャンスが増えるのは良さそうです。剣豪の鈍速さに注意して、お相手の滝川一松の弱体貫通射撃をいかにさばけるかが勝負の鍵になりそうな気配。それでは対戦よろしくお願いします。わしは武士じゃ。武士は民のために命を懸ける。それが大義じゃ。撃ち抜け。撃つよ。落ちる。撃ち抜け。投入か。そりゃ。未熟者め。そりゃ。撃ち抜け。本懐なり。まだ闇夜は続く。力が出ねえ。撃つよ。月はあっちにあんのかよ。くそ。撃つよ。さこい。勝利にて償うべし。体力だけは負けねえ。撃ち抜け。悪いが俺の敵じゃないな。撃ち抜け。ならばその目で見極めよ。そりゃ落ち着く者め。頃合いだな。撃つよ。落ち着く者め。そりゃ撃ち抜け。落ち着く者め。撃つよ。落ち着く者め。そりゃたわけが。撃つよ。月はあっちにあんのかよ。撃つよ。撃ち抜け。力が出ねえ。左右刀を流派発動。三の肩流派発動。二の肩打ち抜く者へ。そりゃならば、その目で見極めよ。悪いが、俺の敵じゃないな。撃つよ。打ち抜くだけは負けねえ。そんな。そりゃ打ち抜く者へ。撃つよ。打ち抜け。くそ。この箱に。撃ち抜け。天気開放。
目で見極める。撃つよ。前期流派発動。一の方入魂。我が一戦を合図に陣を展開。撃ち抜け。未熟者へ。そりゃ俺も甘いな。撃つよ。隙はあっちにあんのかよ。未熟者へ。泥合いだな。撃つよ。どんな苦難があろうとも。たわけが。落ちる。力が出ねえ。落ちる。ギラユウ刀を。最後までご視聴いただきありがとうございました。頑張って更新していきますので応援よろしくお願いします。